それより、二人とも、そんな急に褒めるってことは、何か私にお願いがあるんじゃない <laughs> だと思った。今日出された課題、結構難しかったもんね。いいよ。今日は授業午前だけだし、一緒にやろう。 もうまだ1時間も経ってないよでもちょっと難しいところだったし少し休憩しようかで勉強のことは真冬に聞けばオッケーでしょ <laughs> 答えしか教えないよみんな遅れちゃってごめんね真冬べ別にいいけど なんでその喋り方ごめん、お待たせ。大丈夫、全然待ってないよ。みんなまだ注文もしてないし。そう、よかった。隣、座っていいあ、うん。あもう、急に抱きつくと危ないってば。 ほら、二人とも休憩できたでしょそろそろ課題に戻ろう。ねえ、よかった。かで、私の腕にしがみついてどうしたのあ、ごめん。もしはぐれたら、真冬をまた一人にしちゃうと思って。私がかでじゃなくて。 えななんの絵は十分すごいと思うけどな。えいつも K の曲のイメージにぴったりだし、今回のイラストもすごく綺麗で、私びっくりしちゃった。優しくて、繊細で、でもちょっぴり寂しそうで、<laughs> 素敵な絵だなって思った。ほんとうん。私はえななんの絵、好きだよ。そう。ありがとう。 ゆき。ユキこのイラスト、色が汚いね。き、汚いうん。あのね、この色はドロッドロした感情を表現したいから、あえてこういう色にしてるの。そうなんだ。よくわからなかった。<laughs> ここ、線が歪んでて気になる。それもあえてそうなんだ。よくわからなかった。あんたね この人の表情はすごく綺麗。曲にも合ってると思う。えああ、まあ、そこは、一番こだわったポイントだし。でも、全体のバランスは変。えへっ。お、雪からだ。帰ったらって、もしかして今帰り道もう遅いから、気をつけて帰ってね。真冬はどう思うみんなと同じクラスだったら。エナは。 毎日遅刻してそうはさらっと失礼なこと言わないでよね。そう思ったから言っただけ。<laughs> 奏ではアイドルに興味なさそうだもんね。な、なんだか、真冬がこの感じだと調子狂うっていうか。えな、どうしたのなんでもないってば、私はわかるよ。 描きたいけどイメージ通りにならなくて何回も書き直すことってたまにあるから。たまにいつもそうじゃない。うるさい。ああ、シチューとっても美味しそう。いつもありがとう。いただきます。うん、うん、うん。ええー、どっちにしようかな。 今行くからちょっと待ってて、うん、右側に置かれてる方にしようお待たせ今日はあるぐらいにあっお菓子もあるお待たせ真冬暑いから気をつけていただきますえっ真冬まだ暑いよ 大丈夫でも火けどはするでしょちゃんと冷ましてから飲まないと分かった <laughs> <laughs> そっか <laughs> かわいいねうまく言えないけどよかったと思う 素敵な先輩だなんて嬉しいないつも行かないような場所に行ったから面白かったような気がするもうまた朝まで作業してたのちゃんと寝て朝ごはんも食べなきゃダメだよ熱中症で倒れそううんそうだねえへへっにそう言われると照れるなでも いい詩が書けるのは、奏での曲がいいからだよ。私は、奏での曲の世界観に合わせて作ってるだけだから。作り続けるって言ったのに。う,う私は大体いい水気を取ったら、あとは自然乾燥にしちゃってる。もう、夏はともかく、冬はちゃんと乾かさないと風邪をひいちゃうよ。け また行き詰まってるのうう空いた時間に少しずつ考えてたんだけどあんまりいいアイディアが出てこなくてほら二人は聞きたがってるよいやでも恥ずかしいからそれはちょっとしょうがないなじゃあこれは秘密のままにしておくねそうだね部屋のものを 楽譜とかは触るけどそれ以外はあんまり触らないからそれにしては散らかってるねうう、うんまた明日そっかわかった気をつけて帰ってね <laughs> じゃあね 奏またナイトコードで<あ>うわっごめんなさいううん、うん、大丈夫だけどあんまり走り回っちゃダメだよねっうわっは,は,はいき、き、き、気をつけます ねえ、2人とも<っ>話の続きさせてくれる朝日奈真冬ですわざわざ丁寧にありがとうあ朝日奈真冬うん今日は学校が早く終わったから平日できない分やっておこうって思ってうーんユキってほんと真面目だよねそんなことないよ みんなが頑張ってるから私も頑張らなきゃって思ってるだけだから今日は数学の教科日だったから一日ずっと数学三角関数から始まって指数関数と対数関数あとは微分と積分それからすストップストップありがとうもう大丈夫 <laughs> つまりサボりだねミクに言って 追い出してもらっちゃおうかな。ええー、あ、ほら、一緒に作業しようよそれならいいでしょね、ねじゃあ、あと一時間で終わらなかったら殺される。と思ってやってみたら。怖っというかそれ、アイディアを絞り出す方法じゃな。どうしたのずき。手が止まってるよ。 そうだね。心配しないでしっかり考えて決めるからうるさいなしたいことうん私はみんなが好きなように過ごしてほしいな。 みんなが嬉しいと、私も嬉しいんだよね。したいことそんなの、あるの、わからない。そっか。ケイと最初に連絡取り合ってから、結構経つんだよね。いきなり、アイコンもないし、フォロワーもゼロの人から、一緒に曲を作らないかって DM が来て。最初、スパムかなって思っちゃった。あれは、 ユキの曲を聴いて、すぐ連絡しなきゃって、急いでアカウントを作って。ううん。すごく、嬉しかった。でも、それからあっという間だったな。エナナンが入って、アミアが入って、サークル名が決まって。一年前は全然想像してなかったな。こんな風に誰かと一緒に曲を作るなんて。ありがとう、 誘っててくれてそんなのいいよ私はあの時 K の誘いを受けてよかったと思うそれじゃあおうん。